それでは時間となりましたので、アカデミックリンク松戸完成記念オンライン講演会を始めたいと思います。それでは初めに松岡信弘園芸学研究院長よりご挨拶をいただきます。松岡先生よろしくお願いします。はい、どうも。この度は、アカデミック松戸完成記念オンライン講演会、たくさんの方にご視聴いただきましてどうもありがとうございます。アカデミックリンク松戸は、皆様の多大なご寄付をいただき、無事昨年完成いたしました。しかし昨年完成して直後に、コロナウイルスの感染症のために閉鎖といいますか、しばらく使わない状態が続いておりました。そして本来なら昨年の11月にお披露目をするということだったんですけれども、それもままならず今年になってしまいました。しかしおかげさまで今年はオンラインという方法にではありますけれども、無事こういうような開催ができたことを私としても大変良かったなと思います。それで、学生たちも現在大変喜んで有効に使わせていただいております。それですけれども、さらにそのようなもっと園芸とのリンクを深めていくということで、今日は2台の講演をいただくということで、オープニングの、オンライン講演会とさせていただきました。それではこれからしばらく時間を取りますけれども、皆様最後までご視聴いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、講演の前に視聴者の皆さんへ、ご案内をさせていただきます。本日はこれから15時5分まで、講演を行っていただきます。でその後休憩15分を挟んで15時20分から16時40分まで座談会の予定にしております。講演に対する質問は講演中にこの Zoom ウェビナーのチャットの機能を使ってチャットに書き込んでください。休憩時間にまとめまして、座談会で私から講演の先生方に質問させていただきます。それから講演資料をチャットに掲載しておりますので、必要に応じてご覧ください。それでは早速講演を始めさせていただきたいと思います。まず第一講演は倉重先生、江戸から近代園芸の発展と題して行っていただきます。倉重先生は千葉大学大学院園芸学研究科の修士課程を修了されて、で群馬県の赤城自然園にご勤務の後、新潟県立植物園に入られて、現在園長を務めていらっしゃいます。ご専門は土水族の栽培保全や系統進化、それから花器園芸文化史に広い知識をお持ちです。それでは倉重先生、ご講演よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました倉重でございます。この度は、アカデミックリンク松戸の開館、誠におめでとうございます。このような晴れがましい、席にお呼びいただいて大変感謝しております。またこの講演会にご尽力された関係、各位先生方に厚くお礼申し上げます。さて、時間も限られておりますので、私からは江戸から近代へ園芸が発展してきたその過程を専門としているツツジを通じて、お話をしたいと思います。この写真なんですが、石川県の能登地域にある、霧島ツツジです。またおいおい話に出てきますが、こういうものが江戸時代作られて現代まで残っているということです。で、今日の講演の用紙ですが、最初にツツジと言いましてもさまざまな種類がございますので、今回お話しするツツジというのはどういうものかということを最初にご説明いたします。で、その上で江戸時代のツツジの流行
皆さんもご存知かもしれませんが、大ブームを引き起こして、まあ、それが全国各地に伝わっていったと、その経緯についてお話しいたします。で、明治以降、近代はツツジがですね、さらに世界にこう進出していって、まあ、一部はアザレアになったりということで、さらに新しい段階を迎えて発展していきます。その経緯と最後、このような江戸時代から残る貴重な植物を保全するためのナショナルコレクション制度というのを日本植物園協会で展開しておりまして、それについてご説明申し上げます。では最初に、ちょっと分かりにくい表で恐縮ですが、ツツジ属というグループがあります。植物を詳しくない方はちょっとピンとこないかもしれませんが、植物は大きく科というグループがあります。ここに書きました通り、ツツジ属はツツジ科に含まれています。そのツツジ科の中にどういう植物があるかというと、例えばカルミア、スノキ、これブルーベリーの仲間ですね、アセビ、ドウダンツツジ等々が含まれています。イメージとしては、例えばランという言葉を聞いたときに思い浮かぶイメージがあると思うんですが、その中に詳しい方だとデントロビウムやシンビジウム、コチョウランがありますね。そのランといった時の大きなイメージが蚊だと思っていただくといいと思います。で、デントロビウムやコチョウランは属というグループに属します。まあ、ツツジの場合もツツジ科の中はかなり広いグループなんですが、その一つがツツジ属ということです。で、ツツジ属だけとっても1000種以上がある非常に大きなグループで、まあ、北半球を中心に、オーストラリアまで、分布が広がっています。で、その1000種もありますので、まあ、それをこう細分して、さらに細分してグループごとに分けて分かりやすくしています。この右側の表がそうなんですが、亜属と節という、さらに属の下の分類単位があります。で、皆さんご存知だと思いますが、例えばその亜属の中のシャクナゲ、まあ、これが一つの亜属、日陰ツツジ、ツツジ、レンゲツツジ等々ございまして、今日お話しするのはツツジ亜属の中の山ツツジ節というグループです。山ツツジやミヤマキリシマ、サツキ等々が、まあ、一番日本人に親しまれていると思いますが、まあ、それに、そういうツツジがですね、すべてこの山ツツジのグループに含まれます。で、まあ、それらを使ったクルメツツジやアザレア、まあ、こういうものが園芸品種として発展しています。で、同じツツジがつくんですが、日本の場合シャクナゲという以外は ほぼツツジ属のグループは、何々ツツジというふうに言われていますが、実際はその山ツツジとは違ったこの日陰ツツジの仲間、これはツツジではなくてですね、葉っぱの裏を中心に鱗状の毛があると、こう斑点の茶色い斑点のようなもの、拡大すると鱗状の毛がある、まあ、こういうものがありますが、まあ、今回は該当しない。あとは近い仲間では完全に落葉するレンゲツツジの仲間があります。これは系統的にはシャクナゲに近いグループなんですが、一つのつぼみの中から多数の花が咲くという特徴があります。日本ですとエクスバリーアザレアというような園芸品種群が知られています。まあ、これも今回ではお話ししません。もう一つ、ミツバツツジの仲間、これはヤマツツジの兄弟のグループですが、完全に落葉して、葉が、枝先に3枚の葉がつくという特徴があります。で、今日お話しするのがこのヤマツツジの仲間です。特徴はこの写真の真ん中の山ツツジというところに、をご覧いただきたいんですが、枝先のところにちょっとこう丸い茶色い部分があるんですが、これがですね、秋の状態で来年咲く花芽が入っています。
その周りを取り囲む小さな芽がありますが、これがですね、どんな種類でも真冬でも落ちないという特徴があります。落葉性のもの、半落葉性のものでもこの枝先につく葉だけは落ちないという特徴があります。もう一つはこのつぼみの中に葉っぱと 葉が両方入っているという特徴があります。キシツツジとモチツツジ、西の方のツツジを代表としてここには挙げてありますが、まあ、こういう、まあ、一般的にツツジと公園に植わっているようなもの、まあ、これが山ツツジの仲間です。で、話をちょっと前に戻しまして、ツツジ属全体の分布はどうかというと、まあ、ここで、灰色にグレーで濃くした部分がツツジ属の分布です。北極の周りに広く分布していますが、これはもう数種が、北極圏を取り巻くような形で分布しているというので、実際の分布の中心はこのブルーで、マークした部分、中国、雲南省、四川省と、あと東南アジア、マレーシア、インドネシア、この周辺に集中してそれぞれ300種以上が分布しているということです。まあ、北米、ヨーロッパにも数種ずつが、分布しています。で、先ほどお話しいたしました山ツツジなんですが、分布を世界的に見ますと、これは日本から中国の東部、台湾、フィリピンあたりまで、このピンク色でマークした部分にしか、世界的には分布していません。で、種類としては90種ほどが知られています。で、この青で示した中国大陸、ここにですね、ほとんどの種類が、集中して分布しています。ただ、この地域では、種類がたくさんあるというのが分かったのは比較的ここ2、30年のことで、ましては、園芸的な利用というのも全くありませんでした。まあ、日本にはここに写真にありますように、北から北海道から沖縄まで、さまざまなツツジ、しかも鑑賞価値が高いものが分布しているということがお分かりいただけるかなと思います。さて、ツツジの話をいたしましたので、まあ、そのようなツツジが日本には、分布していたということはお分かりいただけたと思いますが、まあ、ただ生えていたわけではなくてですね、江戸時代の花き園芸の発展に伴ってツツジも取り入れられ園芸化されたという歴史があります。で、ここに書きました通り、戦国時代が終わりまして、生活にゆとりが出てきた江戸中期に大都市圏で園芸が趣味として発展しています。で、今でも、まあ、平和な時代になると健康やこう趣味、余暇の過ごし方ということに、関心が向きますが、江戸時代中期も、まあ、そのような時代だったようです。で、ここに書きました椿、牡丹、楓、ツツジ等々、木本類、花菖蒲、芍薬、草本類、まあ皆さんがイメージする日本らしいなと思うような植物は、まあ、ほとんどが江戸時代に、まあ、その基礎、基本的なもの、形、もしくはそのものがもうすでに、作出されていたということが言えます。で、時代は最初の園芸ブームは椿から始まりましたが、まあ、その後ツツジ、等々で、時代が下るに従って愛好される流行の植物は小型化していきます。で、小型化すると同時に、庶民にも園芸文化というのが広まって、まあ、どこの場所でも軒下でも鉢植えで簡単に栽培できる草本類に、その流行の中心は移ってきたという経緯があります。まあ、ここに書いた桜草ですとか朝顔は、まあ、比較的その江戸時代も後半の流行だということが言えると思います。で、もう一つ江戸時代の特徴というのは、突然変異を利用した園芸文化
欧米の国の、まあ、ヨーロッパの一部の国がもうこの時代、江戸時代ですね、園芸文化を持っていたんですが、まあ、主にはその新しい品種の作出というのは交配によってできたものです。まあ、日本は鎖国をしていた関係からか突然変異、まあ、自国にたくさんの植物があったということもあると思いますが、突然変異、例えばその山に行って本当はピンク色なんだけれど白い花が見つかったよと、まあ、こういうものを大事にして栽培してきたという歴史があります。もう一つはこの写真にある松葉蘭ですが、まあ、こういうものもですね、美しい、まあ、価値があるという独自の美意識を持っていた、まあ、それを共有するグループもあったということも一つ特徴だと思います。で、美しくて分かりやすい桜や、楓、ツツジの類は、江戸時代の終わりから明治にかけて多数が海外に、輸出されています。で、ここに左側は桜草です。左上が桜草の野生種ですが、まあ、今現在ある200種ほど多分残っていると思いますが、桜草は全てこの桜草一種の変異から出たものです。江戸時代も後半になって開発が進んで、河川もきれいにされると、まあ、日が当たるようになってこう湿地に桜草が非常にこう生えてきたと、まあ、そういう中で変わったものをこう見出して、まあ、持ち帰って、まあ、それに名前をつけて増殖して、栽培するというのが江戸時代の文化です。まあ、ヨーロッパですと他のものとこう交配したりということはありますが、日本の桜草は全て一種の突然変異から生まれたということです。右側が、右上が野花菖蒲です。まあ、これは日本に普通に自生するものですが、まあ、これの変異、まあ、ところど時々ですね、さまざまな色が出る地方で変異が見つかることがあるんですが、まあ、こういうもの、これも野花菖蒲一種を使って花菖蒲が作られています。下は横浜植木の明治時代の輸出用のカタログの花菖蒲ですが、輸出産業として有望化されてですね、今の東京の蒲田駅にも横浜植木の花菖蒲園があったそうで、そこにですね、電車を通して観光地化しようという話が当時あったということも聞いております。こんなようにですね、交雑によらず突然変異が集積して、園芸品種ができたというのが一つ特徴、江戸時代日本の園芸の特徴です。もう一つ、同じものなんですが、鑑賞価値のポイントが見出せない、きれいかどうか、普通の人ではわからないという伝統園芸植物と呼ばれるものがあります。これは花というよりも葉や葉ですね、葉や花の突然変異を鑑賞するものです。変化朝顔、これは、新潟県の変化朝顔の会の明治終わり頃のものですが、優等な賞を取ったものは木版になって、冊子に載るということです。これも面々と現在まで続いていますし、百両金、唐立花も江戸時代に非常に人気を呼んで、百両単位で、取引されたということで百両金の字が当てられています。で、最後は藪小路ですが、これは江戸時代も京都を中心に流行したそうですが、明治中頃に新潟県で流行して、今の金額でいうとこの写真ぐらいの株がですね、1000万から2000万円で取引されていて、県の条例で売買を制限したということもあります。伝統園芸植物というのは、同行の市で、共通のこう美意識を持ってですね、ある一定の価値を持って高値で取引される、そういうことがあって現在まで残ってきたということだと思います。変化朝顔などは、遺伝の研究に使われたりですね、現在でも研究材料としても非常に
有効なものだと思われます。で、江戸時代のそのような流行の中で、まあ、ツツジが一つブームを起こした時代がございます。で、そもそもそのツツジのブームはどうして始まったのかというと、これは一つきっかけがありまして、この書いた霧島、まあ、現在では本霧島という品種名で呼ばれていますが、まあ、これがですね、江戸時代に、最も高く評価されたツツジなんですが、まあ、これがここに書きましたように、明暦2年に江戸に入ったという経緯があります。で、この薩摩から大阪へ霧島が一株渡って5株に分けられて、2本は京都の御所へ、これはまあ行方が分かりませんが、江戸へ下った3本については糸伊兵の庭に植えられたということで、まあこれがですね、江戸で評判を呼んだわけです。この写真は、まあ、あの霧島のですね、石川県の珠洲市にある、天然記念物ですが、まあ、高さが4メートル、まあ、枝張りも 4、5メートル、まあ、これが数本ありますが、まあ、ご覧いただくとですね、もう幹や葉が見えないほど小さな真っ赤な花が咲くということで、まあ、現代でこうテレビやこう見慣れた目で見ましても、現地でこれを本物を見るともう心を奪われるようです。まあ、こういうものを実物をですね、江戸時代の人が見て、まあ、非常に素晴らしいということで、流行が広まっていったんだろうと思います。で、それをきっかけにですね、さまざまなツツジの変わったものが集められるようになりました。で、まあ、ツツジは日本に20数種野生でありますが、まあ、各地で変わったものが集められて、まあ、この時代に集められた変異、例えば萼とおしべ、萼が花びらになったもの、おしべが花びらになった八重咲き、もしくはおしべが花びらがおしべになったりというような、まあ、非常に多彩な変異がツツジでは見つかっていますが、まあ、全てこの時代に見つかっています。ここに書いた花弁の変異の最後の見初めというのは、花弁がですね、まあ、萼化して約100日ぐらいは花が散らない形質です。まあ、こういうものもですね、また現在再認識されて、育種の材料として、使われるようになっています。で、ツツジの特徴というのは、他の園芸植物、さっきの桜草とか野花菖蒲をお話ししましたが、複数の野生種が関わって、流行が起こってですね、複数の種類が関わったというのが他の種類と違うところです。で、突然変異を起こした変わった花が集められ、まあ、それが今度は自然下で交雑するして、まあ、種ができて、その高台の実生ができて、そこからまた選抜が行われてという複雑なこう過程を経て、さまざまな、園芸品種がこの時代に生み出されています。先ほどのページの山ツツジ、これは北海道から九州まで分布している最も分布の広い、日本のツツジですが、まあ、この変異として、花の形が、花弁の形が大の字変化した大文字山、おしべが花弁に変化した八重咲きの立ち千重、これは花弁がおしべに変化した、金しべ、まあ、花びらがないんですね。で、口紅というのは春咲いて夏緑になって花びらが、秋になると再び紅葉すると、その時期まで花が咲き続けるという見初めという形質を持つ口紅という品種です。まあ、こういうものが江戸時代に、集められています。で、一方ですね、先ほどの霧島も
いつ出たか分かりませんが、霧島が江戸に導入されてから、そう間を置かずに、このような変異も知られるようになっています。一番右が美濃霧島というんですが、まあ、これは額が花弁化したものです。で、花のようにこれ赤く見えますが、実際は花びらが散った後の額です。美濃というのは腰美濃をこう巻いてですね、ような形、花を見るとというので美濃咲きというふうに言われています。で、二巡霧島は、額が半分花びらになって白く変化したもので、八重霧島は額が完全に花弁化したもので、この右の方の図に本霧島から八重霧島までのつぼみをこう横に並べてみますが、額の形に、注目していただければと思います。左から通常の額、まあ、一部花弁化したもの、完全に花弁化して二重になったものという変異が、もう霧島でも知られるようになっています。で、静岡から西京都あたりまで、最も普通に見られる餅つつじも、江戸時代非常に盛んに栽培されていました、いまして、八重咲きの手ボタン、花弁が切れて完全に切れて、分かれた花車、生外葉は、花びら、あと葉も非常に細くなった変異を持っているもの、まあ、こういうものが現れています。で、こういうものが集められ、一つの庭に植えられ、まあ、交雑しということで、さまざまな品種ができてくるんですが、その元になった種類はですね、西の方にあるモチツツジとキシツツジ、これは京都より西、山陰ですとか四国の渓流沿いに生えているツツジなんですが、こういうツツジも導入されて、自然に交雑してですね、さまざまなツツジができています。よく公園に植えられているツツジ、白いツツジ、白琉球と言いますが、これはこういうモチツツジとキシツツジのが関与してできたというふうに言われています。これをですね、西の方から江戸からすると入ったので、琉球と昔から呼ばれて、現在でも琉球系ツツジというふうに呼ばれています。で、この琉球系ツツジが一つ成立した後にですね、江戸に入って、その前にですね、この琉球系のツツジもまたさらにできた園芸品種からですね、変異を起こすことが知られています。一番左が一般的な琉球絞りという品種なんですが、そこからこの赤花の京雅の子で、紫色の南京絞り、南京紫、こういう変異を起こすことが知られています。これがそれぞれ、枝代わりで、琉球絞りから出ると挿し木で分けられて別の名前を付けられてということで、さらに品種が増えていったわけです。で、この琉球系のツツジ、江戸でも人気を呼んでいたんですが、江戸から広まって、日本各地に広まっていきます。で、その関東でできたこの峰の松風や、琉球、紫琉球、こういうものが日本に広がっていって、ついには九州まで、届くんですね。で、今度は九州は九州で、沖縄に自生するケラマツツジという、この右側の真っ赤なツツジ、大輪のツツジが栽培されていました。現地では火山島とか呼ばれていて、今でも九州の南の方に行くと、お庭にこの赤いツツジが植わっていることがあります。で、この江戸からの琉球系のツツジとケラマツツジが今度は九州で交雑してできたのが、大紫とか、平戸ツツジと呼ばれる系統です。で、もうこれも同じようにですね、大紫のように、琉球系とケラマツツジが交配したものは、主には
種としてはですね、紫色っぽい濃い色のツツジが多いんですが、まあ、それがさらに変異を起こしてアケボノシロタエ、まあ、それぞれは枝代わりが出て、まあ、これも分離されて別品種として栽培されているということです。でこのようにですね、ツツジは多数の種が関わって、しかもそれがまあ交雑を繰り返して、自然に交雑をして、そこの実生からまたさらに出て、まあ、そこで突然変異を持ったまた枝代わりを起こしてという複雑な経過を得てですね、さまざまな品種が作られています。まあ、ここにまとめたのは、まあ、一部こうだろうというところもありますが、まあ、今言われている例えばクルメツツジやサツキ、平戸琉球、アザレアというのは、まあ、日本のツツジがこのようにこう関わってできてきたんだろうということが分かってきています。で、こんな過程を経てですね、ツツジが流行してきたんですが、まあ、その流行を文献で今度見てみますと、1681年の花壇項目、これが日本で初めての園芸の専門書ですが、まあ、ここにはツツジがすでに147品種掲載されています。1650何年でしたかね、霧島が江戸に入って、でまあ、20、30年でもうツツジはかなり人気を呼んで、さまざまな品種が集められたということが分かります。でさらに1692年、まあ、そこから11年後、金秋枕、これは伊藤伊兵衛という、植木屋さんですね、まあ、江戸第一の染めの植木屋が非常にこうツツジを好んでですね、まあ、ツツジ自分のことを霧島や伊兵衛と呼ぶぐらいツツジに入れ込んでいたんですが、まあ、それが書いた金秋枕という本にはツツジが174、サツキが163品種を掲載されています。まあ、この花壇項目から見てもかなりの数が増えたということがお分かりいただけるだろうと思いますし、この時に初めて、まあ、東京でいう4月の終わりから5月に咲くものをツツジ、5月の下旬から6月に咲くものをサツキというふうに区別して、まあ、種類が多くなりましたので、区別するということが行われて、まあ、現在でもその名残が残っているわけです。でこの右側の図は、仏光染井本光犬霧島の図、これ伊藤伊兵衛の庭の図だと言われていますが、道にたくさん人が歩いています。まあ、今でいうガーデンセンターだと思いますが、この道の周りにずっとある赤色、これがすべて霧島です。でこれをお客さんが見ながら、いいねっつって、ああこれがいいねって、これ買ってこうというようなことで、まあ、見ながら購入できると。でこれでちょっと図示できないんですが、上のところに3本柵で囲われた霧島の大きな部分があるのお分かりでしょうか。そこがですね、これが、それぞれ名前がついた霧島から、大阪経由で届いた3本の霧島です。で、これが素晴らしく大きいものをですね、見て、まあ、実際その子供をこう購入するということで、ブームが起こって、まあ、今申し上げたようなさまざまな品種が作られたということです。ただ流行はですね、1700年代に入ると文献はですね、パタッとなくなって、まあ、ほとんどないんですね。ということで、まあ、たった20、30年、本当のピークは20年ぐらい羊のブームだったんではないかと思いますが、まあ、他の植物にまた興味が移っていって、ツツジはまあここでまあ大ブームは終了したと。で1800年代になると、まあ、ソメイでのツツジの栽培というのはほとんどなくなったようで、その栽培の中心は今度は新宿の大久保へ移っていきます。まあ、これが新宿の大久保
鉄砲隊が、まあ、内職でツツジを栽培してたとも言われますが、あまり文献が残っていませんで、まあ、その新宿のツツジが明治以降に、まあ、また各地に、分譲されるという歴史があります。これが錦繍枕復刻版で、まあ、本物は国会図書館ですね、1冊しか残っていませんが、5巻で3巻分がツツジ、2巻分がサツキで、1巻の頭が霧島ということで、この伊藤伊兵がですね、まあ、いかにこう霧島を愛好していたか、高く評価していたかということが分かりいただけるかと思います。それとこれは国会図書館に、残っているツツジ絵本と呼ばれている本ですが、これ数年前に島根大の小林先生と私で、まあ、これを、まあ読めるように、専門の方に先生にしていただいて注釈をして、このツツジ絵本相当品種が載っているんですが、まあ、他のツツジの本と品種の照合を行って、まあ、大体いつ頃のものかということを取りまとめました。まあ、1600年の終わり頃だろうということが分かっていますが、まあ、ツツジでそのブーム時に出版、刊行された本では唯一、まあ、色がついている彩色された図というのがツツジ絵本です。まあ、その意味で非常にこう価値が高いと思われます。で、さらにこのブームがですね、終わってからなんですが、この霧島をちょっとフォーカスしまして、この霧島がどうやって全国に広まっていったのかというのを調べてみました。これは産物庁調査というのが江戸幕府を行ってですね、その地方の記録がそれぞれのところで残っていまして、それをこう調べてみました。で、日本地図に落とし込みましたが、赤が霧島の記載がある地域です。これをご覧いただくと、もうほぼ1730年代、ブームが終わった後ですが、この時代には日本各地に広まっていったということがお分かりいただけるかと思います。特にこの石川県の私ども霧島の調査をしておりまして、一番下の三国名物誌というところの記述から霧島というので、東都の三上本、関西の三は下本というふうにあることから、まあ、江戸と関西から霧島が導入されたんだろうというふうに考えています。これが後にですね、まあ、これからご説明する霧島が複数系統あったということにちょっとつながって、いきましたので、また後ほどご説明いたします。で、現在ですね、この調査を、こういう霧島が全国でどこに古い木が残っていて、まあ、どういう品種があるかということを調査いたしました。さまざまなところで東京をはじめ、行ったんですが、ここの表に書いてあります通り、返事が問い合わせをして霧島の古い木があるというところ都道府県で、まあ、サンプリングに行って、本霧島、八重霧島、紫霧島等々ですね、の DNA を比較してみました。これ見ていただければ SSR マーカーというのを使いまして、まあ、その個体が同じものか違うものかということを比較しています。で、結果なんですが、霧島、本霧島ですねは、日本各地でこのオレンジ色の四角で囲ったものが、本霧島、同じパターンだったものです。で、数字は個体数です。調査したそうし、これをご覧いただくと、ほとんど日本各地でですね、本霧島、霧島と呼ばれているものは、クローンで同一の個体だということが分かっています。ですから、日本で今
各地で栽培されている霧島、本霧島というのは、まあ、九州から入って江戸から広まっていったものだろうということが分かってきています。でただこの四角の六角形で書いたものをちょっとこう見かけはまあ本霧島なんですが、まあ、DNA で見ると一部ちょっとこう形がパターンが違っているものが見つかっています。それが能登で1本と松江で1本、これが松江の方は元海鮮問屋のお庭にあったものです。まあ、こういうものが共通するものが見つかっているということです。で紫霧島、紅霧島、四季咲霧島、紫霧島は、錦秋枕にも載っている非常に古い品種です。でこれも日本各地で古い木が残っていますが、これは比較したところ全て同じパターンでした、それぞれの品種で。ということでもうこれは単一のクローンだということが分かっています。で一方ですね、能登で調査を進めている中で能登には霧島ツツジがたくさん500本ほど500株以上残っているんですが、本霧島でも今までこう名称がついた霧島ではないものがたくさん見つかっています。でそれについて、DNA をやはり調べて日本各地のものと比較したところですね、この四角の黄色で囲った A パターンというものが日本各地で見つかっています。まあ、佐渡で見つかり、松江で見つかり、大津の方で見つかりということで、まあ、これが本霧島ではない違う霧島なんですが、まあ、共通したものが栽培されているということが分かってきました。で先ほどの文献の三国名物誌なんですが、この東の三は常本っていうのは江戸から入った本霧島のことを示しているんじゃないかというふうに考えています。もう一つ、関西の三は下本なりというのはこれ関西からの霧島、これはケラ症といって花色がですね薄いんですね。で花もちょっとぼわっとこう大きくなっていてケラと呼ばれているものなんですが、どうもこのことを言って霧島には2系統あって江戸から来たものはいいんだけれど西の方から来たものケラ症のものはあんまりいいもんじゃないよと言っていることなのかなというふうに考えています。でまあ、現在も調査を進めておりますが、まあ、今まで園芸文化、まあ、ツツジをはじめとする植物というのは例えば参勤交代ですとか、まあ、お土産物として、まあ、持ち帰ったというふうに、まあ、定説はありませんがそういうふうに私どもは理解していたんですが、まあ、実際はですね船によっても運ばれてきたんではないかというふうに現在考えています。それは DNA で見た、まあ、共通の品種名がないものの分布パターンですとか、この能登半島の調査でですね、能登半島の先端部分に集中して分布しているんですね。ということを考えたり、あと佐渡と他のエリアで共通するようなものがあるということで、まあ、交易品ではなかったにしろ、お土産物として船でも運ばれたというふうな可能性も考えております。まあ、霧島一つをとっても、まあ、このようなことが、分かってきています。でその後の霧島なんですが、まあ、1730年代に、栽培が全国に広まっていたということは今お話しいたしましたが、それ以降はブームはなく1840年頃にですね九州の福岡の久留米藩で久留米ツツジが作られたということ以外ですね、まあ、ほとんどトピックスはなく、まあ、近代にあってももうほとんど栽培が少なくて江戸時代の霧島ツツジはまあ現存ほとんどしてないというのが現状です。で先ほどの大久保のツツジも資料が少ないんですが、この江戸名所図絵を見ますと、もうここに書いてあるように霧島の花見をしていたと
というような図も残っております。でこのツツジ、江戸時代のツツジはですね、近代以降どうなったかというと、江戸時代末期から明治初期にかけてほとんどツツジの資料は残っておりませんで、まあ、それがどう、特に大久保のツツジがどうなったのかというのは文献上では分かりませんでした。ただ、大久保のツツジの記録と、明治から大正に日比谷公園ですとかツツジが丘公園、この清水公園、山のホテル、まあ、ここのツツジ園にですね共通する品種が多数残っているということで、大久保のツツジは、まあ、近代以降こういろいろなところにこう分散していったんではないかというふうに考えられています。その一方、江戸時代の終わりから大正時代にかけて日本のツツジがですね、ヨーロッパに導入されてアザレアが改良されています。今までは中国の台湾山ツツジを中心としてアザレアができたというふうに言われていましたが、私どもの研究では、中国のツツジはほとんど関与はなくてですね、アザレアが改良されたということが分かってきています。で、まあ、現在の写真、かつての写真ですが、ツツジが丘公園、このツツジ、清水公園、日比谷公園にも多数の大久保からツツジが行ったそうですが、まあ、これは現在もほぼ残っていないという状況です。これが山のホテルのツツジ園で、まあ、約100年前に作られたものですが、江戸期の特徴的な品種が数多く残されています。でツツジがヨーロッパに渡ってですね、まあ、一つは植生ができるようにというので、まあ、室内でクリスマス時期に観賞できるように、まあ、あと花を大きくということで、最初はイギリスで、その後ベルギーで改良が進んで、明治の中頃から終わり頃にかけて、まあ、逆輸入されて冬の鉢物として日本に、定着したという経緯があります。これ、まあ、ベルギーのツツジの展示会ですが、まあ、アザレアも日本の普通のこの大きなアケボノという品種だと思いますが、こういうものも区別されずにですね、鉢物として栽培されたりということで、まあ、一定のこう人気を誇っています。新潟県立植物園でもこのアザレアのコレクションを現在進めていて、まあ、300種以上を保存しています。で時間になりますので、最後に、まあ、一言だけ、まあ、このような経緯、非常に長い歴史をかけて、貴重な変異が集められていますが、まあ、そういった植物が今現在どんどんなくなっているんですね。それを保全するために日本植物園協会ではナショナルコレクション制度というのを作っています。で詳細については、日本植物園協会ナショナルコレクションで、検索していただくとお分かりいただけるかと思いますが、まあ、野生植物は今種子で、保全を図っていますが、園芸植物の場合は種子では同じものが、保存できませんので、まあ、必ず生きた状態で保存する必要があります。まあ、そのためにすでにコレクションをお持ちの方のコレクションに対してですね、ナショナルコレクションとい こう認定を与えることで、まあ、それをこう広く周知して、まあ、栽培ができなくなった時には橋渡しをしたりということで保全を図っていこうというシステムです。でこれはイギリスのナショナルプラントコレクションに、まあ、範を取って、日本なりに修正した制度です。で皆さんも貴重な植物のコレクションをお持ちの方、ぜひ情報をお寄せいただければ、ナショナルコレクションとしてですね、まあ、これらの植物が末永くこう日本の中で残っていけるようにということで、ご協力いただければと思います。取り留めのないお話になりましたが、これで終了いたします。ご清聴ありがとうございました。
それでは、倉重先生、ご講演ありがとうございました。